はい、こんにちは、どうも、マグマ小松です。今日はね、激レアのちょっと購入品紹介していこうかな。購入品というか、最近なんかフォロワーさんにから DM 来て、これ、まあ、もしよかったら展示してもらえないですかみたいな、マグマさんのところでみたいな感じで連絡いただいて、ちょっとやり取りしてたんですけど、これはね、なかなかレアなやつ、ちょっと紹介していこうかな。早速じゃあ紹介していいですか。日本代表のメンバーとかご存知ですか、サッカーの。日本代表、はい、サッカーの日本代表のメンバー知ってます。内田篤人いや、もう引退してます知らないです。え、内田篤人しか知らない。香川真司。いや、もう引退してというか、もう全然代表にはもう呼ばれてない。そうなんですか。はい、あとは知らないです。さやちゃん知ってる、今の日本代表サッカー、うん、大迫って今日本代表なんかな。違うと思うんだけど、ちょっと違うな、古いな、一世代古いな、二人とも。あとはいない。サッカーって世界で一番やってる人多いスポーツで、みんなはワールドカップとか見てるはずやねんけどね。にわかってことやな、ほぼほぼの人が。早速じゃあ紹介していきますね。これね、まあ選手支給品です。これ後ろね、普通のモレリアンじゃないんですよ。なんかわかります、これ鉄入ってます。アルミやね、アルミスタッド。この普通のプラスチックのやつとこのアルミが交互に入ってる、これミックスって言うんですけど、これね、まあワールドカップに出たアズールパックっていうモデルなんですけど、これね、すごい人気のあったタイプで、これモレリアネオ3かなの、これね、水野のイベントでその選手が来て、なんかそのなんかイベントやって、来場者の中からなんか抽選でみたいなモデルだったような気がするです。はい、じゃあ誰のやつか紹介していきます。はい、森田選手です。森田選手です。知らないです。知らないですか。え、ちょっと持ってきますね、ちょっと待ってくださいね。森田選手知らないですか。知らないです。見てください、これでもよく見てください、サインもちゃんと入ってます。で、見てください、日本のマーカーに、これ革に彫られてるんで、すごいでしょ、かっこいいでしょ。え、森田知らないですか。知らない。ほら、森田って打ったらもうすぐ出てくるんだよ、もうすぐウィキペディア出てくるんだよ。森田秀政、かっこいいですよ。ちょっと見てみます。結構かっこいいです。どうですか。知らない。知らないですか。さやちゃんわかるよな、森田な。え？知らん。知らないです。え？知らん。わからなかった。渋。そっか。森田の凄さわからんか。でも日本代表でこう何試合出てんやろうな。大阪の人なんですよ、金光大阪から。29歳、高槻市出身。ずっとポルトガルリーグでやってますね。日本代表もう34試合も出てます。すごいっす。その森田さんの履いてたモデルです。これね、めちゃめちゃレアなんで、これちょっと値段が大体いくらぐらいなんかちょっと調べてみますね。大体出てないかな。もうね、レアすぎてちょっと調べようがないですね。まあでもこれ森田選手のファンの人とかは多分めちゃくちゃ欲しいんちゃいますかね。まあはっきり言って僕はそんなにファンじゃなかったですけど、まあ、僕もどっちかっていうと今の日本代表全部わからないレベルの可能性あります。まあ、森田選手ぐらいはまあ知ってますけどね、さすがに。
ていうこちらの商品ですね。これねサイズがちょっと分からへんので履いてみようかな。僕ね水のね 26.5 なんですよ。これはでも僕のコレクションの中でもかなりサイン入りのやつは結構レアなやつ多いですね。ネスタのサイン入りのやつ持ってます僕。ちなみにあ森田選手多分 26.5 です。僕全く同じサイズです。僕と書こうかなこれ今度練習で。一緒のサイズでしょ。かっこいいの。これでもね、天然芝じゃないと履けない。ちょうどいいですわ。僕ゴールキーパーなんで、ね。これはね、マジでレアっすよ。まあ、もしこれ持ってる人いたらなんかコメント欲しいですね。コメント欄に。これはなかなかないっす。これスパイクのサインって結構消えていくんかな使ってたら。ちょっとその辺謎ですけど、これちょっと特別なモデルがちょっとゲットできたので、今日はこのスパイクに関してのレビューしてみました。チャンネル登録評価お願いします。初めて頼んだかもしれないこのチャンネルで。もしなんかねすごいレアなやつあるよっていう方また連絡ください。さよなら。